福山哲郎君、おはようございます。立憲民主党の福山でございます。よろしくお願いします。両大臣におかれましては連日の審議ご苦労様でございます。えっとちょっと通告ないんですけれども、一昨日私あの中国の日本人拘束事案,事案について林大臣といくつかやり取りさせていただきました。まあその時に中国の反スパイ法が改正案が審議が始まったという報道を。 があったと言ったら、なんともう成立したらしくてです、ね、一昨日の報道では審議があって、もう今日の朝刊には、反スパイ法がまあ成立をしているということで、まあ、当局の権限が強化をされたということだと思いますし、えー 外国人も含めスパイ行為が疑われる個人への手荷物検査、国家の安全に危害を加える可能性がある国民の出国禁止措置が可能となるというような話と、まあ、駐在員や出張者が常に、まあ、日本の場合にこの間申し上げたように10万人いらっしゃるわけですから、えー、まあ非常に監視をされているような状況があるのかなと思いますが、あの大臣、この間も注視をして説明を求めていきたいと。 いいうふうふに言ってたただきましたあのそれで十分結構なんですけれども、まあ、この改正スパイ法が成立をしたということで,です、ね、早々に中国側に大臣までお出ましていただくなくてもいいと思いますが、えー、事務当局側なりとでにです、ね、この中身について説明を求めるというのを、えー、大使館等に求めていただくことと、合わせてまだ、 拘束されているアステラス社の社員の方の、えー、解放も含めてです、ねまあ、こういったきっかけがあれば、よりあの強くそのことを求められると思いますので、大臣、早急にあの対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか林外務大臣、えー、前回も申し上げましたが、まあ、あの成立したと。 ということでございますので、さらにしっかりとです、ねえー、情報収集を求めあの続けると,とともに説明を求めていくと、これは引き続きやってまいらなければいけないと思っておりますし、まあ、拘束事案についてはです、ねえー、引き続き、えー、この早期の釈放、これを求めてまいりたいと思っております福山哲郎君。まあ、なるべく早くく早逆にこの説明を求めていただく ことでまあ、日本国としてはそのことを注視してるんだということは相手に対するまあシグナルにもなりますので、そこはあの事務方でも結構ですので、早々によろしくお願いしたいと思います。それでは、あの本法案についての質疑をさせていただきます。まあ、先般もあの質疑がありましたので、多少重複するところが、他の委員の方と重複するとかあることはお許しをいただければと思いますが。が、えー、大臣に同志国の定義を。 委員会ではお伺いをしましたが、もう一度あのお答えいただいてよろしいでしょうか林外務大臣。同志国という用語でございますが、まあ、一般にある外交課題において、目的を共にする国を,国を指す言葉として用いられていると承知をしておるところでございます。まあ、従いいいいましてててずれれれのの国国が同志国にににたるかにつつは、まあ、それぞれの外交課題について えー、日本と目的を共にするかという観点から、まあ、個別に判断をしていくと、こういうことになるかと思います福山哲郎君。えっと、この間はあの質問には至らなかったんですけど、あの国家安全保障戦略に、えー、前回10箇所ぐらいと申し上げたんですけど、一個一個同志国数えたらです、ね、目次の1箇所を含めるとです、ね、31箇所も出てくるんですよ。 で実は2013年の国家安全保障戦略には、同志国という言葉は一つも出てこないんですね、でこれやっぱりどう考えても、ある種の変化であり、ある種の日本の政府としてのポジションが、この同志国ということに対して、えー、まあ期待も、それからそこの連携が重視だということも含めて、日本政府としての安全保障戦略の中で、同志国の位置づけがまあ変わったというか。 重くなったと受け止めざまずはなんで同志国というのはこの30箇所以上にもわたって、表記をされることになったのか、あの防衛大臣、外務大臣ともに、あのそのことの自覚が終わりかどうかはよく分かりませんがあの、事務方としてもどういう意識だったのかも含めて、もしお答えいただければと思います。林外務大臣、えー、確かにこの まあ、例えば10年前とかです、ねえー、それぐらいのことを、まあ、記憶がそう鮮明ではありませんが、同志国という言葉自体、まあ我々もですけれども、他の国との話の中でもです、ねえー、それほどこう頻繁に使っていたかというと、そうではなかったような気もいたしますが、えー、先ほど申し上げたようにです、ね、このある外交課題について目的を共にすると。 ここういういとでありますで国家安全保障戦略が初めて策定されて、約、まあ、9年と、まあ、こういうことですので、まあ、その間に世界のパワーバランスが変化をいたしまして、えー、我が国周辺における軍備増強が加速している、またあの、9年前、あまりこれもなかったんですが、経済安全保障と。 いいうことが出てきてきるそして宇宙、サイバーといったですね新しい脅威と、と、まあ、安全保障環境にこれらの大きな変化が生じておりますので、まあ、こうした戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、えー、この戦略で示したさまざまな課題において、ですねやはり目的を共にする国と協力、連携を深めていくということが不可欠になってきていると、こういうことではないかというふうに思っております福山哲郎君。これあの 大臣の言われた同志国というのはその外交戦略上における目的を共にすると外,国戦外交戦略上の目的というのは多,分多岐にわたっているのであの今の大臣の表現ですと目的ごとでの同志国というのはひょっとしたら異なる可能性もあるとで今回、えーまあ、あの円滑化協定を結ぶアさんもやっている。まあ、もちろん ゴーシュ英国は同志国のうちの一つなんだと思いますけれども、お手元に資料をお配りしたんですが、えー、例えば EU のですね、えー、これ、e、EU の文書なんですけれども、これ、e U の、EU の、EU 理事会のプレスリリースで、今後10年間の EU の安全保障と防衛を強化するための戦略的羅針版というものに、これあの、マーカーつけたところなんですけど、 ライクマインディッ u カントリーズ、like、ってありましてで、そこは戦略的に志を同じくするというので、実はここには EU のこの文書の中に、カナダ、アメリカ、カナダ、ノルウェー、イギリス、日本、そして他の国々といって、例示があってですね、ライクマインディッ u カントリーズがいわゆる同志国なんですね、でなんでこのライクマインディッ u カントリーズが同志国かというと、実は日本の国家安全保障政策の英訳も、 まさにその表現なんですねそうすると、これ、e、EU の表記にあるこの表現と、例えば今の英国豪州みたいな日本の今の感覚でいうと、ちょっと同志国の幅が日本の方が狭いというような感じもしなくもないと、で実は次のページいっていただくと、次は中国なんですけど、えー、これはあの中国日報なんですけど、 中国とその同志国は、イギリスの人権状況にな深い懸念を表明し、深刻な制度的人権主義、人種差別、性イスピーチ、排外主義および関連する暴力が長く存在すると、まあ、中国が、まあ、ある意味でいうと、同志国と一緒に警鐘を鳴らしているわけですね、イギリスに向けて。で、実は別の資料を見るとですね、えー、中国と一緒に、えー、同志国として、えー、ある国といって、29か国、 が実は、中国の同志国として、列挙されてるんですこの英語表現でいうとですねで、その29カ国を見ると、ミャンマーとかまあいろんな国があるんですけど、一つ一つ見ていくと、まあ、日本とも関係のいい国もそもそ,もそも含まれているし。で まさに大臣が言われたように、同志国という表現を目的に応じて外交戦略上、パートナーとしてみなすというのは理解をするんですが、EU という塊ですら日本のことを同志国という表現をしていると、で日本はじゃあ EU を同志国という表現するかというと、多分現状、あまりしていないと思います。こここれととかイギリスはこの円滑化協定を結ぶことで 同志国という表現をイギリスと豪州についてするように日本はなるんでしょうか、外務大臣、そこはどうされるんでしょうか林外務大臣、えー、おそらくですね、この RA を結んでいるということは、その部隊間が相互に行く、うん、することがあると。 それは何の理由もなくやるわけではないので,で、何かの目的があってやると、その目的を達成するという意味で,で、まさに同志国であると、こういうことであろうと思っておりますので、先ほど福山委員から EU は、すね、我々のことを同志国だとこう書いてあるけれども、我々はなかなかそういうふうに言ってないというふうにまああのお話がありましたが、 まあ,ある意味で、この EU と日本は EPA も結んでおりますし、いろんなところであの一緒に足並み揃えてやるということはございますし、G7 には、実は外相会合にも、確かサミットにも、EU からも常時人が来ておられますので、そういった意味でいろんなこの目的の中で、その目的については同志国だというケースは、日本と EU の間でもあ,のあるのではないかというふうに思っております。 福山哲郎君そうするとその、まあ、中国も先ほど申し上げた29か国を同志国と呼んで、代表してステートメントとかを発表しているわけですが、EU も日本を同志国と言っているとで、それはそれぞれの国の判断として、この目的については同志国といわゆるライクマインディッドグループ、ライクマインディ o u カントリーズだというふうにや言っているので、ライクマインディッドカントリーズっていうのは、それなりの幅があると。 いうふうふに言っておかなないいないいいとけのではないかとだか例えばそのアクサとか今回の円滑化協定みたいなものは同志国ですという話になってしまうと少し日本のイメージしている同志国の幅が狭まるのであんまりそうやって狭めるよりかはまあブロック化していくかというかこう枠をはめていくよりかはまあいろんな目的によってこの LikeMindedCountries like という表現は 使い分けというのか使う、幅広く使っていくというイメージの方がいいのではないかと私は今回ちょっと感じたものですから、おそらくその31か所にも及ぶ国家安全保障戦略上の同志国という表現も、いろんな状況の中で使われることになると思いますので、まあ、そこの確認をさせていただきたいなと思って、あのー、今日は質問したんです。例えば 共有の理念、まあ、もちろん自由、法の支配、えー、等々ありますけれども、この枠でいくと、各国とも自分もそうだといい金出せなくても、もうみんなそれがそう共有してきてしまうので、まあ、そこも含めて、少し幅広く使っていただくうがいいかなと思うので、大臣にこのことについて、英語表記についても含めて、まあ、ちょっとあのどういうお考えかなと思って確認をしました。 林外務大臣あの今、委員がおっしゃったことに、えー、全く違和感ないわけでございまして、あの同盟というです、ね、先ほど紹介していただきました国家安全保障戦略の英訳でございますが、えー、メインテーンディベロップ メインテーナー・ディベロップはフリー・オープン・インターナショナル・オーダー・アンド・ストレンクス・ン・タイズ・ウィズ・イツ・アライ・ライク・マインド・カントリーズ・アンド・アザーズとこういうような記述に英語でなっておりますがまさに同盟国という場合はまあ日米同盟のようなですねえしっかりとしたまあこの同盟に関するこの合意それを <laughs> この担保すする条約のものもがあってですねえ通常はお互いこの安全保障上何らかの義務をとこういうことだと思いますがそれの次にまあこれが出てくるということはそれではないということでございましてじゃあこの定義をですねまさに委員がおっしゃるようにあまりガチガチやりますとここで線を引いてですね ここから中と外とと外ううういうふうになってしまうとですねやっぱりいろんな外交をやっていく上であ,のあまりプラスがあるようにも私も思いませんので、えー、このことについてはこういう人たちがライクマインドであるということでなるべくこの、まあ、最近のよく使われる言葉で言うとインクルーシブなですねこの概念としてなるべく広く、まあ、例えばいわゆるグローバルサウスにアプローチする時も 一緒じゃないかと、こういうふうに言っていくと、まあ、そういう意味で使っていく方が戦略的に有用ではないかというふうに私も感じております委員長福山哲郎君あの。私も本当に大臣の今の,あのご答弁にあの全く同意をします、あんまり敵味方を分けるような、色分けするような状況は、まあ、良くないし、しかしながら同志国としての、まああの 結びつきは、まあ、今回の円滑化協定等も含めてやっていくという認識でいいのかなというふうに思いますので、あのよろしくお願いします。あの前回の委員会でも他の委員から出ましたが、次の RAA の締結の国として、まあ、出ているのはフランス、フィリピンという議論が出ておりますが、RAA 締結のまあ一定の条件として、ACSA がまあ一定の条件だとしたときには、 日本は ACSA を締結している国がまだカナダやインドもございます、えっと、フランス、フィリピンも、まあ、まだ交渉入っている状況ではないと思いますが、a c s あを締結しているカナダやインドは今、どんなふうに考えておられるのか、いかがでしょうか林外務大臣。 この RAA ですが、この今、まさにご審議いただいているように、豪州、英国と署名済みでございます、a c s はアメリカ、豪州、英国、フランス、カナダ、インドと、こういうことの、この国々との間で締結をしておりまして、この RAA と a c s 今申し上げましたけれども、それ以外の国と締結するための交渉について、今何かですね、 ま決まっているということはございませんで、同じような同種の協定の交渉を行っている国等はないというふうに考えております福山哲郎君。ありがとうございます。まあ、ですから逆にあの、同志国イコール、えー、a c s r a が条件になってしまうと、なんだ、結局、2カ国だけじゃないかみたいな議論になるのは嫌だなと思っておるので。 あ,のあんまりそこは特定しない方がいいかなという話は、今の話に続きます、でフィリピンは私あの、今のマルコス大統領になって、まあ、多少落ち着いてきたと思いますし、まあ、あの前大統領のドゥテルエッテ大統領も、まあ、麻薬の撲滅等では頑張られたと思いますが、ここはあのフィリピンとアメリカの同盟関係をです、ね、一時期破棄をしたりです、ね、今は元に戻っていますけれども、 少しフィリピンの外交戦略は政権によって、この数年、ちょっと動いた部分があるので、特にえ軍事的な面でいう、安全保障的な面でいうところについての RAA については、一応、候補に上がっているというふうに、この間もありましたけれども、そこは慎重かつ、フィリピンの政治状況を見極めながら、今、僕はマルコス大統領になって落ち着いているというふうに判断しておりますが、 あのよろししくお願いしたいといいたとううふうに思いますそれで、2011年の1月10日、我々の政権のときにです、ね、実は日韓の防衛大臣会談がありまして、当時、北沢防衛大臣が出席をされて、いわゆる GSOMIA アと、アクサについてもお互い議論をしていくという議論が、実はこの防衛大臣会合で、実は確認をされています。 でその後ご案内のように、ジーソミアは1回スタートして、自民党政権でもあの継続していただいてスタートして、そして向こう側のムン・ジェイン政権の都合で一旦執行失効しました、でもう1回今回あの、ユン大統領と岸田総理の再度のあ、この間の日、えー、韓首脳会談でもう1回ジーソミアは動き出したことは、僕は評価をしているんですが、実はこの2011年、 えー、北沢防衛大臣のときには、実はアクサの議論もやろうと言っていたんですね、で、まあ、先般、岸田総理とユン大統領であ、ユン大統領で首脳会談があって、で日米韓の連携はまさにあの北東アジアの安全保障上は非常に重要だと、お互いアメリカとの同盟関係があってですね、で先ほどの同志国で言えば、まあ、あ 理念的には共有していいる国の一つだと思いますもちろん韓国は政権によって揺れ幅が大きいものですから、私もそのことについては、あの一定の懸念を持っていますし、あの徴用権の問題等についても、突き刺さったトゲがずっとこの7、8にあったことも理解をしておりますが、あの、アクサの韓国との交渉締結等については、今、 ど,ういうどのぐらいの評価で、そういう議論は本当に始まっているのかどうかについて、教えていただいていいでしょうか林外務大臣、えー、この r a アク s a についてはです、ね、各国との安全保障、防衛協力を進める中で、まさに今、ちょっと委員がおっしゃっていただいた相手国。 そ国の二国間関係、それから自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望、まあ、これを総合的に勘案しつつ、まあ、要否を検討してきておりまして、まあ、今の段階で何か決まっているということはないという状況でございます福山哲郎君。まあ韓国との間はこの7、8年、結構きつ厳しかったものですから、そこは僕も一定理解をしていますが、あのやっぱり日米間のお連携は、 やっぱりアジアの安全保障を考えたときには非常に重要でございますので、g s o ソミアは動き出したも含めて、相手側がありますから、こちら側から単に求めるだけではないと思っていますけれども、一定の可能性としてはありうるのではないかなというふうに思っております。で先ほど話が出た中でいうと、EU 全体という形での、お この円滑化協定に入るような見通しというのは、これはあの二国間ではないので、あり得るのかありえないのかも含めて、そういう状況はないんだというんだったら、それはそれでいいんですが、どう考えたらいいんでしょうか林外務大臣。これ、先ほど韓国のときにお答えしたのと、まあ、同じようなお答えになるわけですが、えー、EU とそもそもそういうものがあカテゴリカルにです、ねまあ、あり得るのかと。 いうこともあろうかと思いますが、まあ、あのそういうことも踏まえて、ですね先ほどの申し上げた2国間のものも踏まえて、あの検討していくということになりますが、今、何か決まっているということがございます福山哲郎君。でえーまあ、今回、英国と豪州とあの円滑化協定を結ぶわけですけれども、あの2020年以降、あの英国と豪州との共同訓練等があるんですが、 この間に、いわゆる古年活化協定の、まあ、非常に重要な要素である第一次裁判権を行使をしないといけないような事案は発生したことがあるのかどうか、事実関係でお答えください。防衛省増田防衛政策局長。お答え申し上げます。2020年1月から2023年3月までに、イギリスや豪州と行った共同訓練において、 日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。なお、協定第24条1において、一方の締約国が事故、または事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに他方の締約国に通,通報することとしており、円滑化協定に基づき、我が国において発生した事故、または事件を適切に把握すす。ることとが可能となります福山哲郎君えっと。確認です。ここれれはのの間の委員会でもも、ありましたけれども、えっと 協定の適用対象は、災害とか、共同演習とかが主なものだと思いますが、これは軍事的な有事も決して排除されないということで確認、もう一度よろしくお願いします。増田防衛政策局長。この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各提約国や自国の法令、 ののの状況や政策判断にに基づき検討しその都度両定約国が相互に決すするものですこのような意味において申し上げれば、えー、武力攻撃事態等の状況において、協力活動を実施することとなる可能性は、協定上、排除されているものではございませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や、えー、災害、救助といった活動中心になると考えているところでございます。はい委員長 福山哲郎君これも重ねてですが、防衛義務は生じないということでよろしいですね松田防衛政策局長本協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して、協力活動を行う際の手続きおよび同部隊の地位等を定めるものでありますが、自衛隊、豪、国防軍および英国軍に何らかの活動を行う義務を負わせるものではなく、本協定により締約国が相互防衛義務を負うことはありません。 福山哲郎君もうこれで最後の質問にしますか、時間が来たので、あのそうすると円滑化協定があったとしても、まあ、演習や災害、まあ、その他のところでの手続きが、まあ、非常に調整しやすくなると、やりやすくなるということは理解をするんですが、これが安全保障上、非常に資することになるというような答弁等があるんですが、ここはなぜなんでしょうか、意義としてですね。 つまり、今までも合同練習をやっていて、その都度やっていた調整事項とか、法的な事項については、今回、この円滑化協定でスムーズにできるようになったという状況の中で、何をもって、それは連携が強まったので、安全保障上、資するというのか、どういう意味合いで安全保障に資するというふうに言われているのかについて、お答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います浜田防衛大臣。えー <coughs> 円滑化協定は一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続きを定めることや同部隊の法的地位を明確にすること等を通じて 共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑するとともに、部隊間の総合運用性の向上を図るものであります。この協定の実施により、我が国と豪州および英国との安全保障、防衛協力がさらに促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されます。我が国のの安全保障の確保障確するためには あ一か国,国でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要だと考えます、えー。多角的、多層的な防衛協力、交流を積極的に推進し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、えー、努めてまいいりりたいと考えております福山哲郎君、終わります。